里崎チャンネルジョン、こんにちは。今日はですね、はい、最近また一気にこの球種を使う選手が増えてきて、はい、かなり数が一時に比べるとすごい増えてきたと思うんですけど、はい、今日はね、里崎が選ぶ対戦してみてすごかったカーブ編投げるピッチャーっていう。おー、じゃあシリーズ第5弾ぐらいになりますね。そう、最近はね、はい、結構カーブ投げる選手も増えてきて、はい、石川のね、パワーカーブだったりとか、あとナックルカーブで、こうやってナックルカーブ、はい、ナックルカーブですね、こうやってやってるだけだけどね、何がナックルなんだろうねと俺は。こうやってここでこうスピン効かすらしい。ここ曲げてるのが、そうそうそう、ナックルカーブっていうね。こうやってこう立てこれがで。こう弾きながら抜くらしいね。そしたらこうシャーンいくらしいね。で遅いんですよね。で速いの。あ、ナックルカーブ速いのか。そうそうそう、速いのっていうのが、ここ俺が引退するちょっと前ぐらいから流行りだしたよね、ナックルカーブね。よくこの持ち方で力入りますね。多分そんな、多分あと手のでかさってかもよると思うんだよ。あとこの縫い目のどこにねかけるかとかねっていうのもあると思うけども、はい、対戦してみてすごかったカーブを、まあ、一番最初で岸だね。今の楽天の。そうですね、今もね投げますね。もうチェンジアップカーブみたいな、はい、なかなかこうへんね。遅く感じるってことですか。ファンってくるわけだから、来ると思って振っても来てなかったりとか、はい、結構でかいからボール行ってストライクゾーン通ってボールに行くから、はい、そのストライクやと思って振ってもボールなのね、低めの打つ時は、はい、その遠近感の魔法にかかるね、あのカーブは、はい、あの当時ってそんなカーブ投げる人が減ってたらね、はい、やっぱりなんかこうカットとか、うん、そうしてなんかその小さい変化っていうのが結構流行りだした時で、はい、結構そのカーブっていうのが少なかった時に、あの岸のしかもこのゆったりして腕長くてこのプレーンでカーブくるのは正直、うん、わっと思った。へー、カーブってフォーム的にはどうなんですか。もうストレートの振りでもうしっかり腕振ってパーンって抜くっていう。だ手は速いのに、そうそう、ボールだけふわってくるわけです。だから見た目としてはこのどこからボールがどう抜けるかを見てるの、はい、まっすぐなのかちょっとこっち行くのかちょっとこっち行くのかっていうのの、はい、そうちょっとの出方の違いだけで球種をまず見極めるんだけど、バッターはそう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 、はい、もうパーンってきていけると思って打ったらスーってボール球に行ってっていうので、でも本当の騎手のね、はい、何気にいいのはチェンジアップなんだけどね。そうそう、みんなカーブがいいって言うんだけど、はい、本当にいいのはチェンジアップなんだよ。そうなんですか。俺の中ではね、はい、でもあの岸のカーブはやばかったね、うん、一回これ山張って打てへんかなと思ったけど、うん、なんか腕振るから錯覚に惑わされて、はい、一瞬うんって思っちゃうところが合わしきれないところで難しかったね。打てたことはあるんですか。打てたこと、はい、あるかもしんないけどないかもしんない。覚えてない。で次はね、はい武田。ああそうですね、イメージありますね。ソフトバンクの入ってきた時に、最初ね対戦した時に岸野はフォンフォンってくる感じよ。武田トントーンってくると曲がってから速い。そんな速さ変わるんですか、イメージ的には。だからこうなんかトントーンってくるから速いのよ。でだから岸野はふわってくるからおお待ちきれずっていう感じだけど、武田のはフォントーンってくるからこうなっちゃう。一回はあみたいな、これはえぐいなって思った最初。これもなかなかきついなこのカーブって思った。球速はどのくらいなんですか。球速は俺球速見ないのね、感覚だけなんだ。そうそう、惑わされた家だから。でも明らかにうるさいな、明らかにその曲がってから速くなってくるイメージで、あれもこれアジャストするのなかなか難しいなと思って最初、目が浮くなっていう、速いからあの加速感はえぐかったね。へえ、カーブはカーブでも違うんですね。あとパ・リーグだとね JP パウエル、巨人でもいたけどのカーブもすごかったね。パウエルのカーブを打った記憶はあります。しかも狙ってホームラン、すごい初球クソボールだったのに。あ、今思いついたけど岸と武田のカーブに打ったかどうか分かんないってことは打ってないのかもしれない。だってパウエルのやつ覚えてるからね。そうですね、俺が打ったの覚えてないってことはないから、ひょっとしたら打ててないの抹消していくから、はい、打ってないのかもしれない。そういうことかもしれないですね、でも JP もすごかった。これ山張んないと打てないな。どういうカーブなんですか。でかいのよ、はい、でかくて上からトメーンくるから高さがこうすごい。そう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 、だから落差でかい、でしかもまっすぐカットボールもあるし、これちょっと山張っとかなきゃ打てねえなっつって山張って打ったんだけども、それぐらいしか名前出てこなかった。珍しいんだよね、今よりに比べて。もっといそうな気がして、そんなに投げてないんですね。あとね、やっぱカーブって遅いカーブって怖いのよ。遅い球投げさすのって怖いの、バット当たるかもって思うからね。だからそのやっぱ緩い球を投げるのの怖さっていうのがあるから、多分ナックルカーブとかパワーカーブとか速くなってきてんじゃないのかなっていう。だからもう昔だとね、小畑真澄さんとか、なんか堀内さんとか、江那須さんとかね、結構だからドロップって言ってたんですけど、カーブを、そう、だからそういったところで昔はめちゃくちゃ多かったと思うけど、その遅い球が怖いっていうのと、速い球で小さく動かして詰まらそうっていうのの主流で、カーブがやっぱちょっと少なくなってきたのかなっていうところに、その遅いっていう恐怖心をナックルカーブとパワーカーブでなくなすことによって使いやすくなってんじゃないのかっていうところも、やっぱり遅い球は怖いのよ。カーブはカーブでも何種類もカーブ持ってる人とかもいるんですか？いるかもね。だから真下に落ちるのもあるし、ちょっと斜めもあるし、大きいのもあれば小さいのもあるから、そこは多分あると思う、その投げ分け的にね。あとはその日によってバリとか風もあるから、どの軌道をいっぱい持っておかないと、風が合わなかったら合わせれないから、一つの軌道だったらもう風で合いませんになっちゃうから。あと小見さんのカーブめっちゃコントロール良かったけどね、受けてたけど、すっごい腕振って岸みたいなカーブだね。俺は小見さんは対戦したことないからそこまで分かんないけど、多分認識的だから勝負球とかでも使いやすかったね、カーブで泳ぎながら三振するぜと思いながらサイン出して、しかもコースもきっちり投げてくるから、でもやっぱ遅い球は怖い。そうなんですね。でも速いのの後に遅いのが来たら本当にうわーってなりそうですよね。どうじゃん。でも行く方は怖いのよ、やっぱよ、遅いのは当てやすいっていうイメージがあるから。だってパワープロで結構打ってたじゃないですか、カーブ全く出なかったですもん。遅い球本当打てないですね。セ・リーグだとね、対戦した中だったら番長ね、三浦大輔さん、逆にピーンってくる方は待ちきられへん。でしかもまっすぐカットで切れのいい球でコースについてくるから、そっちのイメージある中でいきなりポンって上くるから、逆にゆっくりなんだけど手が出ない。あ、もう上に行きすぎて打てないってことですか？そうそう。でスローカーブ的な感じなのね。だから一回タイミングはまってマリンでツーベース、もうあとちょっとでホームランだったけど、延長打ったけども、コントロールがいいカーブってまたややこしいよね。また真ん中近辺来るんだったけど、コースにもきっちり投げられると緩急もつくから、でそこはね、あと三浦大輔さんと、あと川上健史さん、もうカーブもたまにしか投げないから、めっちゃ効くのよそれがみたいな。ここでカーブで、その後またストレートとカットボールに緩急がついて、なかなか打つのが難しくなるっていう、だからセ・リーグで対戦したことあるんだったら、あと内海もスライダーっていうんだけど、俺にはカーブにしか見えなくて、でもスライダーっていうの言ったもん勝ちなんですもんね。そうそうそう。でも俺にはカーブしか見えなくて、でもこのスーンってこの膝元に来るのは非常に厄介やなって思いながら、交流戦とか打席に立ったですね。あとあれか、カーブだった星野さんか、僕阪急オリックスのね、ヒュンってなんか90キロぐらいの。さすがに対戦してないですよね。さすがに対戦してない。中島さんがね鈴で取ったっていうことで。あ、そうなんだ。だからやっぱりね、こう遅い球が怖いのが多分こうちょっと少なくなって、またパワーカーブとかで広くなって可能性もあるよね。最近だと結構カーブ多いもんね。五十嵐亮太とかもアメリカから帰ってきてナックルカーブ投げるようになったし、どの球団でもねカーブって非常に最近は投げてるの。あと宮城君、オリックスのっていうのもスローカーブね、星野さんのカーブみたいな感じだけど、いい感じでブレーキでコントロールもくるから、あれなかなか投げられたらね難しいっていうところと、この前の登板だった石川もね、ロッテのカーブを有効的に使ってたなっていうところもあるから、最近結構12球団の人たちピッチャーだから、アマチュア時代からもそうなのかな、カーブが増えてきたなっていう印象はあるんですけどね。もともとちょっとこう減ってた時期があるって言ってたじゃないですか。投げるのが難しいってわけではないんですか、カーブって。まあ合う合わないあるけど、練習したらいけんじゃないのって俺は素人だけど思うけどね。あとは感覚を教えてもらわなきゃいけないよね、分からなかったらね。でも今はもう YouTube とかネットとかに握り方も含めてダルビッシュのとかマイケルのとかめっちゃ載ってるから、そういうのを見てこの感覚的な練習をしとくといいかもわかんないね。だってカーブもそれぞれなんだよ。親指でペーンティーンって弾いたら曲がるっていう人もいれば、こう手首をこうって手首で切ってこう手首でやればいけるっていう人もいるし、ここからっていう人もいれば、ここでっていう人もいるし、なんでこの中指っていう人もいれば、人差し指っていう人もいるし、親指っていう人もいるから、で手首っていう人もいるから、もうそれぞれなのよ。まあ自分に合うのスを見つけるそう見つけていって練習すればいい形になると思うし、やっぱ投げれて損することはないから、そういったところで練習するのはありだと思うけど、なかなか難しかったね。やっぱその予期しないからね、カーブ多投してくれるといいんだけど、しかもカーブってそんな多投してこないから、なかなかアジャストするのは難しかったなっていうね。ね、やっぱこんだけ難しいっていうってことはやっぱ練習した方がいいですね、カーブ。でも怖いのよ、遅いから、投げさそうはね。だからここで攻めぎ合いがね、どうなってくるかっていうところだけどね。だからまあナンバー1位はやっぱ岸かな。ああそうですか。対戦した中ではね。でも武田翔太もやっぱ速い系だとすごかったし、憲伸さんと番長は交流戦でしか戦ってないからたまにっていうのもあるけど、コントロールの良さはカーブでもすごかったなっていう印象あるですね。はい、ちょっと注目してカーブがどのぐらいすごいかっていうのを見てみます。そう、あと本当ね、カーブは圧倒的に多くなってきてるんで、まあそこのカーブの使い方とかね、見どころまた面白いかもわかんないですね。はい。